採用する企業側からのメッセージです。今回行う面接でスムーズな運営を行うためにも、事前準備不足によって応募者であるあなたの印象が悪くならないように、ズームやスカイプなどウェブ面接を受講する際の注意点をご説明します。面接を受験する際は、今から挙げる10個のポイントを事前にチェックしてウェブ面接に臨んでください。画面越しのため、対面での面接よりも伝わりづらい情報も多い反面、 些細なことでマイナスに伝わってしまっては非常にもったいないです。必ずチェックしておきましょう。一つ目、インターネット環境。Web 面接はテレビ電話と同じです。通信データが非常に重く、通信環境によっては遅くなる可能性があります。 具体的には画像がカクカクしたりすることもあります。ご自宅に Wi-Fi 環境があるのであれば、そちらの方を必ずお使いください。ただし、Wi-Fi があるといってもですね、部屋の場所によっては速度は変わってきます。できるだけ速度が安定する場所、ルーターなどの近くで行ってください。 また、コロナ対策の一環として、友人宅であえて行う必要もなく、インターネットカフェなどで行うことも必要ありません。外出はしなくて構いません。もし Wi-Fi 環境や通信環境が悪い場合であれば、その旨は先にお伝えください。二つ目、部屋の環境。まず、周囲がうるさい場所。こちらはですね、ご遠慮ください。面接中に他の音が入ってくると、やはり面接感が気になってしまいます。 なるべく静かな環境で面接を受けてください。また、照明の関係でとても顔が暗く映る時もあります。そういったことがないように、窓の位置、あとは照明などにもお気をつけください。三つ目、背景。Web 面接は背景も映ってしまいますので、できれば背景は壁などが望ましいです。たまに洗濯物が映っている方もいますが、あまりやはり面接では印象は良くありません。壁を背にして面接を受けてください。四つ目、カメラの高さ。 カメラの高さは目線と同じ位置で撮影してください。例えばカメラが上からの場合だと上目遣いになりますし、逆に下からの場合だとカメラを見下ろすことになります。面接官としてはやはりあまり印象は良くありませんので、カメラと同じ高さでぜひ面接を受けてください。 特にノートパソコンを使用する場合は、見下ろす場合が多いです。その場合は、本の上にノートパソコンを置くなどして高さを調整してください。スマートフォンの場合は、三脚やスマホスタンド、こういったもので高さの方を調整してください。カメラの位置なんですけど、顔だけが映るようにはせずに、できれば胸以上、まあバストアップというふうに言われますけど、上半身が映るような形でカメラの位置を調整してください。五つ目。 手ぶれ。こちらはですね、カメラの高さのとこでご説明したように三脚やスマホスタンドを使っていれば手ぶれなどは起こりません。片手にスマートフォンを持って面接を受けるということはご遠慮ください。六つ目、バッテリー。スマートフォンやパソコンの電源が落ちないように充電を必ずフル充電しておくようにしておきましょう。古いスマートフォンの場合は電源がすぐになくなるかもしれませんからその場合は電源をつないだまま面接の方を受けてください。七つ目、音。 面接をする際は、周囲の音をあまり拾わないようにした方が良いです。そのため、マイク付きのイヤホン、こういったものを使用して面接に臨んでください。八つ目、プッシュ通知。こちらはスマートフォンの方に友人から LINE が送られてきて、その通知が現れたりします。スマートフォンで面接をしている場合は、画面の方に通知が出ますので、とても邪魔になっていると思います。 結果画面を触ったりもしますし、パソコンでもし面接を受けている場合であっても、音がやはり入ってきます。プッシュ通知は面接中はオフにしておきましょう。次。 アカウントに関して、Zoom や Skype のアカウントを持っている場合なんですけど、その名前と写真の方は気をつけてください。たまにふざけた写真のアカウントをそのまま面接で使っている方もいますし、名前がですね、本名ではないため、全くわからないということもあります。面接の間だけでも、写真はあなたの写真に変えて、名前は本名にしておきましょう。Web 面接専用で Zoom アカウントや Skype アカウントを作るという手もあります。最後、カンニングペーパー。 我々面接官から見ると、あなたが視線をずらしたかどうかというのはすぐ見えます。カンニングペーパーを読んでいるかどうかというのも目線の動きでわかります。またそのカンニングペーパーを読んでいるときは棒読みになっていることがあります。その棒読みを我々はわかります。カンニングペーパーはウェブ面接だからといって使わないようにしておきましょう。以上10個の項目に気をつけて、ぜひ面接に臨んでください。面接官はあなたにお会いすることを楽しみにしています。